アルネドは、スペイン、ラ・リオハ州の基礎自治体。ラ・リオハ州東部にあり、リオハバハ地方に属する。エブロ川の支流シダコス川が流れる谷に位置する。中心地は、シダコス川左岸だが、両岸に広がっている。アルネドに人が定住したのは古代で、新石器時代の遺跡がある。歴史家は、アルネドが、ローマ時代以前にシダコス川沿いにあったサダシアでは、ないかとしている。 しかし現在のアルネドの名は、ラテン語で、砂の土地を意味するアレネトゥムから派生している。これは、町が、砂質の地盤にあることに由来している。2世紀から5世紀にかけてのローマ支配時代にはから、オラとヌマンティアとをつなぐ街道が通っていたとみられるが、歴史的にも考古学的にもアルネドに、言及されていない。西郷東国時代から、サンミゲル地区の丘の下に、 洞窟教会が作られた。アラブ人に征服されると、町とその教会を見下ろす丘の上に城が築かれた。アラブ人地理学者イドリシによれば、8世紀のアルネドは、スペインに26あるアラブの県の一つの中心で、アラブ人の北進及び、キリスト教国によるレコンキスタの戦いの用地で、あったという。908年から909年にかけ、パンプローナを、 サンチョガルセス一世がアルネドを奪還した。1264年、アルネドはカスティーラ王国に併合されるまでナバラ王国に属した。1654年、フェリペ4世はアルネドにビリアの地位を与えた。19世紀にはアルネドに産業が導入され、石鹸工場、蒸留酒工場、川なめし工房や陶器の窯、印刷業が行われていた。 1931年から1932年に、かけ、アルネドの加工場で、レイオフが行われたことに抗議するため、社会主義の労働組合である、全国労働者組合の支援を受けて労働者たちが、ストライキを行った。1932年1月5日、広場でデモを行っていた、非武装の農民や労働者たちに、クアルディアシビルが、発砲、11人が死亡した。 グアルディアシビルはカスティルブランコやカザスビエハスでも非武装の民衆を狙った同様の事件を起こした。このアルネド事件はアナーキストや急進左翼共和主義者のシンボルとなった。ありがとうございます。